ジョルジャメローには、イタリアの政治家、イタリアの同胞代表、無認証大臣、会員副議長、会員議員、国民同盟及び自由の人民党、青年団書記長、イタリアの同胞副代表などを歴任した。1977年1月15日、イタリア共和国の首都ローマに生まれる。両親がそれぞれ、イタリア島書部出身という家庭に育っている。幼少期から、 ネオファシズムを掲げるイタリア社会運動を通じて政治運動に関わり、15歳の時には MSI の党青年団であるイタリア青年戦線に入会している。1996年までアメリゴベスプチキ宿学校で学んだ後、ジャーナリストとして活動を始めた。取材活動の傍ら政治運動も継続し、2000年にアレーザイがイタリア国民同盟に移行すると、 アン党員となった。2004年、アンの党青年団、青年行動の全国書記長に、女性党員として、初めて選出されている。2006年4月4日、MSI 時代に、党青年団指導者から議員に押された経験を持つ、ジャンフランコフィーに同盟書記長に引き立てられ、同年の総選挙に、党公認を受けて、ラツヨ州第一比例区に出馬し、29歳で、 会議員に当選した。2007年、国民同盟とフォルツァイタリアが合流して結成された、自由の人民が設立されると、PDL の党青年団、若きイタリアの全国書記長も兼任している。2008年、総選挙では、ラツヨ州、第2比例区で再選、第3次、ベルルスコーニ政権が成立すると、青年政策に関する無人所大臣に抜擢されて、 初入閣した。31歳での大臣就任は、イタリア統一以来の最年少記録となっている。2012年、ベルルスコーニの汚職問題を契機に、PDL から旧安計議員が大量離脱する中、自身も PDL を離党した。一方で、マリオモンティ政権を支持したフィーニ派のイタリアのための未来と自由には合流せず、4名の議員と小政党として、 イタリアの同胞を決闘した。ほどなく国民同盟の幹部であったイグナジオラ、ルッサモ国防省が離党して国民中道右翼を決闘すると自身の派閥を合流させてイタリアの同胞、国民中道右翼を結成した。新組織では代表となったルッサから副代表に任命された。2013年共和国議会総選挙では故郷のラツヨ州から 北部のロンバルディア州第3比例区に選挙区を移し、会議員として3期目を迎えた。フリー全体でも約60万票を獲得して、自身も含めた会議員9名が当選した。2014年、ルッサの初期長任期終了によって、公認の初期長に就任した。就任と同時に同盟を、イタリアの同胞、国民同盟に解消して、旧安件。K MSIK 政党の再結集を図る意向を示し、党青年団、国家青年を設置するなど組織固めを進めた。同年の欧州議会選挙では議席獲得は果たせなかったものの、イタリア全土で約100万票を集めている。2016年、右派連合からローマ市長候補に擁立されて、予備選では約20%の支持を得て、 第3位候補となったが、妊娠中に出馬したことなどが賛否を分けて右翼票を集めきれず、同じ女性政治家で五つ母子運動に所属するビルジニアラッジに敗れた。2017年、マッティオレンチ政権の総大人につながった憲法改正投票に党と共に反対票を投じている。2018年、共和国議会総選挙では党名を、 イタリアの同胞に戻すことを発表した。本選挙では、小選挙区制が復活したことから、ラツヨ州の第7小選挙区に、中道派連合の公認を受けて、出馬、約40%の票を得て当選した。選挙でフディは、前回の倍以上となる、約140万票を得票して、下院議員33名、上院議員17名が選出されて、第5党となった。 一度は空中分解状態に陥っていた旧国民同盟勢力を着実な組織運営でまとめ直し、イタリア社会運動時代の統制にまで回復させている。2020年、北部同盟書記長、フォルツァ、イタリア党首と共に、アルフォンソ・ボナフェで法務省の再任に反対票を投じている。ありがとうございます。